はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。なんか今日は北朝鮮のね話題が多いわ。これで9、3本目ですねちょっと今日の夜にあげるようにしますけども、ニューズウィークにこんな記事が出てまして、これ昨日ですね、昨日の18時49分です。あの北朝鮮軍も規律の緩みに危機感、将校9割が命令無視の異常事態とはっていう、高英樹さん、デイリー NK ジャパン編集長ジャーナリスト、これはデイリー NK ジャパンより天才となってますね。ニューズウィークに出ています。朝鮮人民軍といえば上層部の命令には絶対服従のイメージだが、最近では命令がまともに守られないケースも少なくないという。朝鮮人民軍は現在冬季訓練を行っている。例年12月1日から翌年の3月末までの長期にわたり行われる訓練だが、その真っ最中、真っただ中の 1月に軍機確率評価の月という検閲括弧検査を行った、過去にはなかった異例のことだと。デイリー NK の軍内部情報筋によると、朝鮮人民軍総参謀部は軍機が乱れていないか実態を把握するための調査を各部隊に対して抜き打ちで行った。その背景には冬季訓練に臨む将兵の態度の問題があるというのが情報筋の説明だ。ダラダラしてるんでしょうかね冬季訓練なんか寒そうやん、なんか家はあんなん、新年は訓練場で迎えよという命令が下されていたにもかかわらず、それがまともに守られなかったのだという改革校ですね。情報筋の話ですね。先月28日午後、1月ですね、総参謀部が国防省研修局水路局指揮部直属の区分隊の訓練場に対して緊急検閲、抜き打ち検査を行ったところ、軍艦将校河川士二等兵の9割が軍服ではなく制作軍服私服を着用していたことが深刻な問題となった、まあね、なおこの区分隊に対しては1月の総合訓練評価で最低点がつけられてしまった。国内の状況が苦しい時ほど引き締めを図るのが北朝鮮である。民間人の若者のヘアスタイル、ファッション、さらには言葉遣いまで非社会主義現象、南朝鮮韓国資本主義遊び人風などと称して取り締まりが行われている。変な格好して街歩いてたら捕まってしまうんですよ。でもう帰ってこれへん、怖いでしょビシッとこう社会主義らしくしてなあかんねん。いやいや、そんな絶対僕無理やわ。若い将兵の間でも同様の現象が起きている。勤務中の韓流ドラマを見たりって、これ愛の不時着でやってましたよね。なんかね、ずっと勤務中韓流ドラマばっかり見てるやついましたよね韓国風のダンスを踊ったりして摘発した事例が確認されているが、私服を着ておしゃれを楽しむなど北朝鮮の考える理想の軍人像からは遠くかけ離れた軍機ヴィラン行為であるということだ。まあね、まあまあね、いろんな国にいろんな人がいますよ。そんなピシッとしてる人ばっかりとは限らないわけですよ。私服に関する総参謀部の抜き打ち検査が行われ、部隊周辺の市場では密売されている正規の軍服の価格が高騰してるなんで河川市の軍服の場合、1着が米7キロから10キロ分で買えたのが現在では20キロまで上がったという。河川市の軍服って要は二等兵の軍服が、そんなんでそんな高いんやろ。質が悪くとも全く手を加えていない規定に沿った軍服を買い求める河川市が急増し、過去平壌市郊外のヒョンジェ山区域のソポ市場ですね、では規定の軍服の値段が2倍に上がった。とりあえず検閲を問題なくやり過ごそうということだろうが、上から押し付けられるのを
ダサいと嫌がるのが今の北朝鮮の若者の風潮だ。ほとぼりが冷めればまたおしゃれを楽しむようになるだろう。なんかよう分かりませんけどもですね、私の理解ではね、北もそうですけど南もね、かなり軍紀緩んでるんですよ。僕ら昭和世代のね、人間はね、お隣さんといえばですね、もう軍人が支配している国で、実にそうでしたけど、1980年代までそうですよね。軍人が支配している国で、軍隊はむっちゃ厳しくって、きちんと訓練をやってですね、いつでも俺らは戦えんで、みたいな状態になってるというイメージがあったんですね。だからですね、クーデターでも起こせたわけですよ。ところが今はですね、そんなクーデターをやるような根性のある軍人はいないんですって。でめちゃめちゃ仕官してるわけですね。あの韓流の映画ですね、脱走兵を捕まえに行くというドラマをですね、あれは何本かな、5本か6本見ましたよね。私は2年ぐらい前に、でうわー面白いなと思いながら見てたんですけど、まあ緩んでますね。ドラマの中で見てるだけでも緩んでるのにですね、実際にはもっと緩んでるらしくって、で、どう言いましょうね、日本では考えにくい汚職が横行してるんですね。軍隊というのもですね、もう日常いろんなですね行為を行いますから、まあ簡単には飯も食うわけですね。でいろんな備品も備えるわけですね。だからお金が動くわけですけども、 そこでですね横領するやつがいっぱい出てくるみたいで、例えば食料をこんだけ買って作って出さなあかんとなってるのに、それを途中でですねポッポないないするやつがいるとですね、兵隊さんが食べる食料はものすごい貧しいものになったりするんですね。そうするとそんなことをやってるとですね、モラールっていうんですけど、戦う意欲ですね、いざとなったら俺は戦うんやみたいな意欲がもうすぐそがれるでしょう。お隣さんですらそうなんですね。ところが北の場合はその食べるものすら満足にないわけですよ。満足ないから、満足な訓練なんかできようないわけですね。で、そんな訓練をやるよりもですね、とりあえず自分たちが食べるものを確保しなあかんって。もう軍隊なんて普通食べるもん回ってくるでしょ。そういうふうに思いますやん。でも北はね、自分らで確保しなあかんって。で、どうやって確保するんだってことですね。軍隊の中で畑作るんかっていう話ですけど、まあそれもやってるみたいですけど、それよりも何よりもですね、なぜ武器は持ってますからね。その武器を持ってですね、食料のあるところに行って、その武器を使って、おいよこせって持ってくるわけですよ。強盗団やんっていうことでしょ。まあそれが横行してるという話をですね、もう10年ぐらい前からですね、記事で読んでますよ。で、国境に駐在する部隊であればですね、国境を密かに行き来する人たちを見張ってるのを見張るのが仕事なんですけど、それをですね、袖の下もらって見逃してると、で、それで自分たちのいろんなものを賄ってるみたいなですね、そういうことも横行してるわけですね。だからありとあらゆる機会にですね、そうやってですね、食料なりお金なりをですね、確保しないと自分たちですら満足に生きられないという状況が今の北の軍隊だって。で、南の方は弛緩しきってですね、腐敗しきってるわけですね。大丈夫か君らという気がしますけどね。だからどう言いましょうね、両方とも戦える状態にはないんちゃうかなと思います。で、まあ、どっちもね、お互いに、北はね、南を攻め取ろうとかいう気ももう思ってないでしょうし、南はその逆も考えてないでしょうし、まあ、ええやん、このままでという、まあ、そういう、こう、ゆるい流れになってる感じがしますね。まあ、それはね、戦いなんかない方がいいに決まってるわけだって、まあ、それはそれでええんですけど、まあ、民族らしくですね、端々いい加減に行ってですね、あとはけんちゃなよって言ってればいいわけですよね。まあまあそれでね、ずっと一挙はまあまあそれはそれでいいんでしょうけど何か偶発事故でもあってですね、うわ戦かなあかんやんというようになったら大変でしょうね。まあでもこのままいけば何もなくいきそうですけどね。北のジョーン君がですね、アホなことを考えなければですね、まあまあずっとこのままお互い弛緩しながらですね、お互いダラダラとしながらですね、何年も何十年もそうぐらい続くような気もしますけどね、ある意味ね。まあただ北はね、
どうでしょうね、自ら崩壊する可能性は十分にありますね。あのブー君がですね、どうにかなれば、今娘さんはあちこち連れましてですね、次の後継者ということですけど、あんなまだですね成人もしない娘さんが次の後継者になれるわけがないやでしょ。どうなるか知りません。とりあえずこのニュースウィーク貼っときますんで、今全部読みましたけども、確認された方は言ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。